皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間です。本日の講師は、楽天証券 FX 事業部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。 では早速本日のマーケットを見てみたいと思います。ドル円は乱高下が続いていまして、現在ドル円145円の58銭。今日の東京マーケットの高値146円の34銭まで行ったんですが、その後145円台に押し戻されています。ユーロドルは1.1128の水準です。今週のユーロはユーロ高が進んでいます。 ユーロ円はその中間ですね、円高とユーロ高に挟まれていて162円ちょうどこのようなレベルで現在東京マーケットで取引が行われています。ドル円、今日のイベントを前に今週は上下にぶらされているんですけれども、いつものようにドル円の位置関係をチャートで確認したいと思います。 今日はちょっと長いチャート。2024年のチャートを見て、現在の水準を確認したいと思います。これは1月から8月までのドル円のチャートですね。冷やしですね。ずっと前半、最近までは円安が進んできて、その後に下がっているという状況です。これを見ると、えー、今年の1月のスカは140円79。これが今年の安値、えー、現在のところの安値になるんですが、そこからずーっと と、えー、7月までに161円の95銭をつけるまで円安が続いていて、円安は21円の16銭、えー、進んだということになります。ただ、その後ですね、介入、そして日銀が利上げしたというようなですね、えー、円高の材料が出てきて、20円の27銭、 からでですね下がって円円ののまま月月今月の初めに円高に高なりましたそうすると、このまあチャートでですね、21円上がって20円下がったということなんですけれども、えー、ポイントはですね、50%がこの安値と高値の中間、この151円の37になるんですけれども、現在はこの50%の水準を下回って、 ドル円が下がっているということになります。つまり今年の水準で見ると平均点である151円の37よりも円高水準にあるということが言えます。そしてもう一つはこの50%と今年の安値140円の79銭。この中間が146円の08。 ということになります。まあ、先週から言ってますように、ドル円は、えポイントは146円台を完全に上に抜けるか下に抜けるかというところが重要になってくるということをチャートは言っています。で、今は先ほど言いましたように、今週は大きく円安、円高、乱高下が続いているんですけども、結局は はですね、まだこの146円ちょうどのところをですね、うろうろしているということですので、中期・長期的に見れば、ドル円はそのチャートから見るとニュートラル、中立の状態だということで、どちらも方向感が出てないということが言えます。ですので、まあ、日々の動きでですね、惑わされずに、ですね、この146円を,を中心ポイントとして、 今夜、重要なイベントがあるんですけれども、来週から9月にかけて、トレンドという判断材料とすれば、150円台、そして151円台に戻して、ドルが上昇していくのか、それとも今年の安値で140円割れ、130円台に入っていくのかというところがポイントになると。ですからそこの、 までのところというのはですね、今大きく言えば150円か140円割れ、そこのところに行かない限りは乱高下がついたとしてもトレンドは出ていないと。トレンドが出てくるのはその150円、130円台ということになるかと思います。ですから今日のイベントを見てパウエル議長が何を話すかにもよるんですけれども、それでどれぐらい 買い戻されるか、あるいは一層ドル高が終わってドル安が進むのかということが決まってくるかと思います。で、ここで個人投資家の情報をですね、ちょっと見てみたいんですけれども、これは7月末のドル円のポジション状況です。個人投資家のテント FX の月末、7月末の縦軸情報です。これは金融先物取引業協会が出している資料なんですけれども、 この水平線からですね、上のこの棒グラフは、これはネットで個人投資家がドル円をロングにしていると。ドル買い円売りにしているときには、こちらの方プラスになって、逆にネットでドル売り、ドルショートにしているときには、このマイナスの状況、マイナスの棒グラフになるという見方になります。で、この紫の折れ線グラフはドル円の スポットレートの推移です。で、これを見るとドル円はですね、まあ、月によってドルショートになったり、あるいはドルロングになったりというふうにしているんですけれども、一、まあ、つ興味深いところがあって、まあ、ここ7月末にですね、これは介入とかがあってですね、ドル円が円高に動いたことを示してるんですね。こう、下がったと。で、その時に個人投資家はどう動いたかというとですね、 それまでは6月の末の時点ではネットのポジションはマイナスだったんですがショートだったんですけれどもこの動きに合わせてぐーんとドルのロングドル円の買い持ちポジションが増えてるんですねこれは何を意味するかというと個人投資家のスタンスとするとドル円は下がったら買うとつまり介入あるいは、まあ、日銀の政策変更で ドル円が下がったとき、下落したときは、すかさずそれはチャンスだと見て、ドル円の買い持ちを増やすというようなのが、個人投資家のスタンスだということがわかります。ですから、ま、今回もですね、パウエル議長が9月に利下げするということを発表するかと思うんですが、そうすると、教科書的には、 日米の金利差が縮小するので、ドル円は短期的には円高ということになると思いますが、そうすると個人投資家の動向っていうのは予想できるのはですね、円高になるということになると、またこの下がった今の145円よりも下がって、先ほど見たチャートのように140円近くになった場合には、個人投資家が考えることというのはですね、ああ、ドル円下がった。これは、 ドル円のロングを積みますには良いチャンスだということで会員が入ると。中期的に見ればキャリートレードを始める良いチャンスだというふうに考える可能性あるかと思います。こういうような動きがある限りパニック的なですね、円高はなかなか行きにくいのかなと。正直短期的には行くとしてもですね、そこで止まれば買いが入ってきて下値が支えられる可能性はあるかと思います。 ユーロ円はですね、まあ史上最高値を今年付けているんですけれども、個人投資家のポジションは、ずっと、これはユーロショートなんですね。ただ、今回ユーロ円が下がったところで、このショートポジションがだいぶにぎわれてきて、スクエアポジションに近いような状況になっているというのがユーロ円の状況です。まあそういった中で、えーまあ、キャリートレードの最適通貨は何なのかということをちょっと最後に考えてみたいと思うんですが、 これ8月の最初の営業日に通貨を買い持ちにして、先週末時点で反対売買、まあ、売った場合にどれぐらいの収益を上げられたかということなんですが、まあ、これ損を一番、一番損したというのはですね、リラー円。その次、今まではですね、すごく収益があったキャリートレードのキングだったメキシコ円がマイナスに落ち込んでるんですね。 で、ドル円もですね、今月最初にロングにしてですね、先週それを反対売買した場合には収益とするとマイナス4.1%ということで、非常に成績が悪いクロス円は状況になっています。で、今月は何がいいかというとですね、オージーとユーロドルが収益がいいわけですね。オージーをタイドルでロングにするか、ユーロドルをタイドルでロングにした場合には収益が上がっていたと。 で一方で円クロススは全部マイナスというのが8月の状況です。2024年を見ると、ちょっと状況変わってるんですが、同じ円クロスでもですね、今年の1月の最初にどの通貨をペアをロングにしてたら一番収益が上がったかというと、ナーアランド円なんですね。ナーアランド円、8月の段階で7.2%の収益ですね。ドル円も一時円高に方に動いてるんですけれども、今年一 を通しててみるるとととまだ4.7%の収益は上ってい,るということで,す、ね、で、すね一方、メキシコ円は4.6%。過去2年、ね、メキシコペソ円っていうのはキャリートレードで一番収益上がってたんですけれども、今年は、えー、ちょっと悪いですねで。そういう意味ではちょっとチェンジが起きていると。えー、イマージング通貨でもこういう明暗が分かれてるということですね。 ですので、まあ、8月は円が悪い、円クロスが悪いということなんですけども、えー、まあ、それも何度も言うんですけども、今日のジャクソンホールでパウエル議長が言った話の内容によっては、この、また景色が変わってくると。で、ドル円もそうなんですけれども、他の通貨、円クロスは8月はあんまりパフォーマンスが良くなかったんですが、来月はそれが逆に個人投資家なのチャートのようにですね、下がりきったところで、 買いチャンスだということで、キャリートレードのパフォーマンスが上がる可能性もあります。ということで、今日のパワリ議長何を話すか、そして9月になれば FOMC、そして ECB も会合があります。リザゲー、どういうような形でやるのかということで、マーケットが起きます。その前に雇用統計もあります。ということで、この145円というのが今後どうなるのかと。 146円から150円の方に進むのか、それとも来月は130円台に行くのかということで、まあ今週からまた来月にかけてアクティブなマーケットが期待できそうです。ということで今週は以上です。この動画が気に入りましたらいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週。さようなら。